東京オリンピックで台湾の代表団がチャイニーズ台北、つまり中国の台北、中国領台北という世界のどこにもない名称を押し付けられている、こういった現状を打破し、台湾の人たちは台湾という名前で参加していたと、そのように訴える、活動を進めております。今日も東京都議会にそれを請願するための署名集めをしております。今我々の仲間がこの雷の門の前やこの車両の近くで署名をお願いしています。国籍も問いません。どうぞ皆様署名ご協力をお願いできたと思います。先日韓国で平昌オリンピックが開催されまして、その時にも南の国台湾からも選手団が派遣されました。しかし今言いましたように、台湾の代表団は、いえ台湾の代表団だけが自分の名前を名乗ることが許されませんでした。チャイニーズ台北、中国領台北という、今言いましたように存在しない名称を押し付けられ、台湾と名乗ることが許されなかったんです。オリンピックで台湾と名乗るのが許され、名乗ることが許されないとはどういうことかというと、我々は台湾ですよというとオリンピックに参加させないと国際オリンピック委員会に言われてしまうんです。一体台湾がどんなに悪いことをしたというんでしょうか。なぜ国際オリンピック委員会 IOC は台湾の選手団に台湾と名乗ることを許されないのか。それは台湾は中国の領土であると言って台湾侵略を行おうとしている中国の政治的圧力を IOC が受け、それに屈服し、そして小さな国台湾にお前らはチャイニーズ台北と名乗れ、名乗らなければ4年に一度のオリンピックには参加させない、そういった現状があり、そしてそれと同時にそういった中国の圧力に屈服した IOC の台湾侮辱を日本を含む世界中の国々が見て見ぬふりをしてきている、そういった現状もあるわけです。こういったことをこの日本で行われる東京オリンピックで再現していいわけがないんです。日本で行われるオリンピックであるからこそ、このような台湾に対する侮辱、差別というものを撤廃しなければなりません。台湾の選手団はチャイニーズ台北と呼ぶのではなく、台湾と呼んで歓迎しよう、台湾と呼んで声援を送ろう、そういったことを訴える署名活動を行っているんです。この署名活動は日本だけではなく台湾でも行われております。そして今日も日本人だけじゃなく台湾人も一緒になってお願いしているところです。どうぞ皆様署名にご協力をお願いいたします。先ほど台湾の方がこの演台に乗って台湾は台湾だと訴えましたところ、通行人の中国人の方から大きな声で罵られました。台湾は中国だ、罵られました。中国の人はみんながみんな悪いわけではないけれども、多くの人は台湾は中国のものだと信じ、そして台湾侵略を正当化している、台湾は中国のものだ、そのように中国の人に怒鳴られました。そういった中国人と我々日本人は一緒になって台湾は中国の領土であると言っていいんでしょうか。世界中の人国が中国の圧力に屈服しても、我々日本はそういったことに屈服してはならないんです。そして日本が堂々と国際世界の前でオリンピックという舞台で台湾をはっきり台湾と呼ぶ、そうすることで国際社会も目覚めるのではないでしょうか。そういったことを我々は目指したいと思います。台湾は台湾の人のものであり中国のものではありません。台湾が中国の領土であると思っている人は中国のプロパガンダに洗脳されております。なぜ台湾は中国のものかと中国は言うのでしょうか。それは台湾侵略を正当化するためにそのような手仕上げを行い、そして世界の国々にそのフィクションを飲み込ませているだけなんです。そういった政治的プロパガンダを東京オリンピックに持ち込むことは許されません。政治の持ち込みに反対しましょう。
チャイニーズタイペイと台湾を呼ぶのはオリンピックに対する政治の持ち込み以外の何物でもありません。日本人はこの日本で行われる東京オリンピックでそのような中国侵略主義のプロパガンダを打ち込むことに声を上げて反対しなければならないと思います。東日本大震災の被災地に対して200億円以上もの義援金を集めてくれたのが台湾の人々でした。そのことがあって以来日本人も台湾に親しみを持って、先月台湾東部で発生した地震の被害に対し4千国民が心を痛め、そして義援金を送るなどしています。そしてこういった日本人の友情が、先月の地震をめぐる日本人の友情が今台湾の人々を感動させているそうです。このように地震というものは悲劇であるけれども、しかしこういった災害が起きるたびに日本人と台湾人はお互い助け合い、励まし合い、そして友情を確認し合っているわけです。本当にこの世界中各国がいがみ合う中でこのような日本と台湾の友情というものはとても得難いものなんです。日本の人、台湾の人々は大変日本を信頼しています。日本人もそういった台湾に感動し台湾に説明を持っています。だからこそ、その日本で行われる東京オリンピックだからこそ台湾差別、台湾侮辱というものを一掃しなければならないんじゃないでしょうか。台湾は台湾人の国です。中国の領土ではありません。チャイニーズ・タイペイと台湾を呼ぶことは台湾に対する侮辱であり、その存在の否定であり、台湾人の戦士及び国民の人権侵害なんです。台湾を侮辱する東京オリンピックにしてはなりません。そういうことでぜひ皆様署名ご協力をお願いします。台湾の選手団、東京オリンピックで日本にいらっしゃる台湾の選手団は台湾と呼んで歓迎し声援を送ろう。そのようにみんなで訴えましょう。どうぞよろしくお願いします。どうもありがとうございました。はい、